なあ。お前が母なる神を申されず、極めて破壊的だということは熟知しているつもりだ。だから頼む。これ以上私を巻き込まないでくれ。やめろこのバカ者。違うに決まってるだろ。いいから早く服を直せ。誰が不能だ。私の夫は至って健康だ。この無限の天国でろくに働いていない天使そんなお前がよりにもよって私の担当する地区に。その技術の無断使用、ゼロ系無限カルスの不正生成、禁じられているというの。ちょくちょく下界に降りては人間に接触、知られたら極刑なんだぞ。東京都千代田区の鈴木さんのシルベウス列に触れた記録を誰が消してやったと思ってる。私も死んでしまいたい。夫のことを言うなと言ってるんだ。さて、それでは本題に入る。喜べ、仕事だ。狭い思いをしなくて済むようになる。どうぞ。 A99 自治区の総員は
2時過ぎ、血の枯れ湖湖畔の永久保存遺跡ベルゲート7が作動した。作動時間約 0.7 秒間、この天国と地獄とは2000年ぶりに直結したそうだ。ベルゲートは知っている。その通り。前世紀の遺物、もちろん機能は停止され、触れることも禁止されている。誰かがあの扉をいじったとしか考えられんのか。疑わしきは罰せず、それが天界の定め。何を言いたいのか分かるの？何をしたんだ。そんなことをして大事になるとは思わなかったの。悪魔が3匹だ。今は地下の牢屋にいる。どうしろと言うんだ。天国に悪魔が召喚されるなど前代未聞だぞ。何千年前の話だ。今は近代だ。髪の生えた歴史は通用しないんだ。こんなことも中央にバレては、お前や私どころではない。貴様が諸悪の根源だろうが。するつもりだ。悪魔だと呼び出して。お前は恐ろしい男だ。役所の者は皆心底怯えている。いくら神器に満ちた天国とはいえ、本物の悪魔など。
諦めている。